はい、おはようございます。さあ、マスクを取ってと、久しぶりのネクタイ。やっぱね、ネクタイ決めるとね、でネクタイってさ、結構難しくて、最初青いシャツにしようかと思ったんだけど、このストライプの赤青だと合わないかなと思って白ワイシャツにしました。これからの季節ね、やっぱり白のワイシャツに何かのネクタイってのが一番固い。本日10月29日、こちらついにね、ガロ、そしてね、ユニコーンもまた増大ということで、これが入ったのは10月25、そして増大されてから、そしてガロが入ってから初めての9のつく日、もちろん気合は入ってるはずですということで、しっかりとガロなんとか確保できたんですけど、競争率激しくてね、もう状況見る間もなく U タイム小敷を考えてたところ、まあ、400回転の台は取られてたんだけど、次の300回転の台が取れたんで、まずはそこをガンとキープしてオープニングとなっております。0と5のつく日はなんとガロとユニコーンを押していくということなので、今後三つ星さんは、まあ、3と9はもちろんのこと、0と5のつく日も打てると、まあ、別に他の日もね打てないわけじゃないとは思うけど、とにかく特に力を入れるのは3、9、そして0、5ということなんでね、ぜひともその日にも足を運んでいただけるといいかと思います。では実戦開始まで、ドキトモシ。あったけ、でも風冷てんだよな、雲一つない。セックスがしてよ。はい、ではガロ打っていきます。でもちろん恒例のパチプラスはやっていかないとね。こいつ本当何度も言うけど、パチプラスやねえとサボるから。そっちは行った、そこ開きました。じゃあ隣やろ、こっちやろ。それだったらこっちかな。いや、前日最終スタート426252合ってるな。で今60486、僕がキープしたの350回転、違ったなったらやっぱ最初こっちかな。いきなり U タイム小敷を始める演者のクズです。負けてどうでもよければこんな U タイム小敷なんてしないんで、わかりますか、どれだけ僕が必死にお金が欲しいか。やっぱり170回転ぐらい U タイムに近いってなると、隣だと630、まあ2倍はまんなきゃ U タイムいかないけど、こいつ 1.5 倍はまれて届くしな。プライベートだったらね、もしかしたら右選んでるかもしれない。長いこと打つってなったら150回転 U タイムに近いからって、こっち170回転か、 U タイムがこっちの方が近いからっつっても、多分右打ってるの、多分右の方がねもうちょっと回ると思うから。ただ YouTube の演者となるとちょっと状況が変わってきて、あの単発じゃね何にも動画作れないんですよ。だからやっぱりね、 U タイムに近い方を選んじゃいますね。拡大変動ちょっとやばいか。いやでも足んねえな。やべ足りた、やべ足りてる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 、全部足りた、一気に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 足りた。あと240回転で U タイムでした。まああと240もあるからね、仕方がないね。あー、さらに 2D 行ってくれたか。え、あら傷の取っちゃった。うお、あらー、あのね、拡大変動結構強いんだよこの台、地味に見えて。はい、当たりだから炎が出ますよ、見てくださいね。ガゼでした、続いて3でした。じゃあ完成するかな、死ねっか。まあまあ当たってるんで、これは13,000円、229回転か、上がってきてはいますね。
は？融合巨大ホラーを撃破。いや余裕だろこんなん。外れる要素が全くねえんだけど、あるとしたら今のアウターぐらいだよ。あとパーフェクトフェイスバーから出てないぐらいか。いや余裕っしょ。赤保留、保留は赤になった。ガルフラッシュ赤も出た。次回予告も出てる。絆は獲得。外すのが難しいレベルになってんだけど、G プッシュもあるしね、ボタンで、ボタンだけど。で、G プッシュは出てることが大事なんで、まあこれが外れたら、まあ外れたらさ、まだ U タイム目指せるけど、まあ、当たっちゃうよ。そう外れんだ。へえ、当たりって書いちゃったよ。これを外れって途中で読んだ人いる？復活しねえと思うんだけど。これ復活しにくいからね。青帯ぐらいか、それともあのフェイスオブから完成した時に黄色だったから。いやそこらまねえな。風じゃやっぱダメなんかね。よく今の外れたな。出ましたね、ダッシュ残り50。ここからですよ。あの確率ラインの残り6分の1、そこからですね。 U タイム前に当たってショック受けるべきなの。3分の1もあるのに U タイムストッパーって言うとなると、 U タイムストッパーそのものを食らう可能性クソ高いんですよ。残り100手で850、 U アマデジだとまあ233回転だから260回転から70回転か、そこからの30回転を全部 U タイムストッパーストッパーって言うと4回に1回 U タイムストッパー食らうぐらいの、4回に1回どころじゃないな、3.8 回に1回ぐらいですね。それ U タイムストッパーも食らいますよって話ですよ。だからやっぱ残り50、ミドルだったら残り50、ライトだったら残り70、あ、ライトだったら残りさ6分の1だから30回転ぐらい。アマだったらもう本当残り20切ってからですね、残り15、6回転ぐらい。あとね、みんな、なんで俺喋ってんだ、喋ってたら当たる言うてるやんけ。いやでも当たったらすごいよね、逆に本当に喋ってたら当たる説が立証されてしまうよ。あのスマホゲーやる人多いと思うけど、 SSR をさ10連ガチャとかだと 1つ以上は SR 確定とかってあったりするんじゃない、10連ガチャの恩恵で。でも単発ガチャだとそういう恩恵ないじゃない、基本的には。だからあと3回ノーマルガチャやって SSR 引けるかどうか。 OK、 1回余計ないちゃった。え、あ、そっかそっか、なんで2で1でって思ったらこれで入りですね。ありがとうございます。どうしよう、トイレ行きたいけど我慢しよう。今ね、今年はループタイプは休まなければダッシュに入るってなってるんで、25,000円。じゃあ最後の一撃にしよっか。で僕の打ち方はまず一発打ちます。スルーに入んなかったらここら辺に球が来るまで宇宙出しを止めて、通った、これでここら辺でもたついてもたついていったかな、ちょっと早い気がする。今回のお土産はこちらでございます。ごめん、マジで復活すると実は思ってた。マジで 19% 引き上がった一発目に。はいはい、 U タイム 入るだけマジおじさんが今湧いてるよね。死ねばいいのに。追っかける必要はねえんだよな。ちょっと店内見てこようか。うちの多分1打目でここがでかいんだよ。見せますだろう。あ、このままリーチだったら、ま、え、ガロフラッシュもねえぞ。そのままガロフラッシュなしで行くんか。あ、スーパーになるからアフォーデリー、あ、どんねん。え、ものすごくよね、クラッシュ出ちゃうのかよ。あ、でも風オーラだ。なんなんこれ、お前当たってんの。もう一回オッケー、ギリギリ足りた、ギリギリ足りたと思う。ケニー、ボタンかバイブしろ。緑か、マイクが変なとこにあった、やっちまった。わかんねえよこれ。いやー、なんで赤フルになったんだろう。でも酸性ホラーはいるんだよ。
で2回転かだからギリギリ足りたとは思うけど、わかんねえ、外れる可能性がまだ高いと思うんだよね。2番と、うわーダメか、やっぱあーダメだ、あれね、赤オリオンになった瞬間にそのままリーチで魔改造を完成させますと言って全回転が一番理想だったんだけど、これは無理ですね。賛成ホラーはいたけど、おーいと、移動10500円、ちょっと借りたとこだけど18回転、理想的じゃねえか。ガロちゃん、うわそっちか、ガロチャンスでやってほしかった。カットに入って金額にならない、おしまず金額一度クリアした、あとあと1個ぐらい上がれや、あー絆もない、あ絆付きだ、これならこれならいけるかも。青はやめて、ザッ、赤、何また今日やらかすの、ちょっと待って、やっぱ VF はやべえか、ガラフラッシュ赤ねえしな、でも赤保留と絆と金枠でなんとか押し切んねえかな、やだよ、2度も絆を外したく、よっしゃよかった追加3500円か、173回で、おそのまま止まる、そのまま止まる、そのまま、俺何もしてないのにポンって行ったんだけど、え何それ、俺押し込んでねえよ、なんで6がいきなり止まってんの、なんでこれラッシュの置くことがあったりする、それともなんかオートボタンになってるから、俺さっき押し込んだよねこの台で、え何これ心霊現象、最近てめえ震えねえよな、震えて、俺が怒りで震えそうだよ、あちょっとね、ガロが勝負するには足りんということで、桜こっちもめちゃくちゃ回るかって言ったらどうかなってとこだけど、あと ST なのにお前何打ってんだってもあるかもしれないけど、まあ好きなんでねこいつは、あとこの前打った時6万ぶっフルボッコされたんで、ちょっと一回このブースボコさなきゃ気が済まないってのがありますね。で今回も海モードでやっていきたいと思います、なぜなら前回1回もチャンス目見ずに終わってるからだ、一回チャンス目見るまでこれでやらして、で前回来た時よりここのサイズでかいんだよね、前よりね広いんだよそこは、うおあ当たった、これ当たりだよ、魚群ブーン、なんでブーンって言ったか、当たるからですよ、いやまずロングバイブになるか今ので、ポイントはロングバイブしてタツノオトシゴが出てたの、
そこなんですよ。もうロングバイムの時点で大チャンスじゃないですか。で、もう辰野寿司が来てたらもうほぼもらいなんですよ。で、それで泡なわけがないんで、泡が出た瞬間にもうジンベエ来るだろうと読めました。よかった、やったぜ。まあ4ラウンドだろうけどいいんです。3ラウンドか。その分 100%ST なんでね。で、振り分けもほぼ3ラウンド、6ラウンド、10ラウンドだっけ。そうだよね。ほぼ1対1対1だから、連チャンさえしてればマジで落ち着きやすいし、とりあえず連チャン、とりあえず当たること。よかった。この台は2000円かどうでしょうかな。この前桜坂月ゾーンいくつかやったよね。でももう一回桜坂月にしよう。海桜そんな面白くないんだよ。でも本当にこの台バイブとチャンス目待ちだね。海モードはバイブもチャンス目もなしで当たること。あ、押せばよかった。裏ボタン泣かせられたじゃん、バーカ。じゃあ ST 中にやりましょうかね。今のところ実戦上ではこのモードでは先読みがないみたいです。千本桜朱印みたいな先読みあるんだけど、多分このモードはないんですよね。そこがうまいよね。他のメーカーさんだとモードを変えても絶対に先読みがついてくる、どうせやってること変わんないっていう、まあ鉄拳とかっていう台なんですけど、あの台はね、どのキャラにしても結局先読み待ちなのは変わんなかったんで、何が面白いのか分かんなかったんですけど、余計なことは言わないようにしましょうね。また佐々木さんから、ああ、じゃあいいおっさんも一人でやれるやろ、俺佐々木期限出し上げるから、ほなバイバイって言われるんでやめていきましょう。余計なことは言わない、これ大人は大事だから。でもね、あの真面目な話、モードを変えても結局先読み待ちってのが変わらない ST 機ってめちゃくちゃ多いから、これはそういう点ではいいよね。ただなんか即スルーしそうな気がしてきた。でもとりあえず当たったしな。あーでもまだ22回転か。 43.8分の1、戦後コートメープ設定付きの設定6と同じかな。 ST 中の確率なら当たるやろ。やっぱ先読みしないよね。チャンス目すら作んないものだから、シュッていっちゃうとその時点で外れです。ゆっくり変動して、あシュでいいのか。ロング変動になったらチャンスで、まず杯に何が来るか、あとこれもいいですね。これもテンパイアオリのチャンスですけど、杯に何も出ないんでこれやばいですね。テンパイアオリすらしてくれないじゃない。滑れ OK。 ただ先輩しないとは思うんだけど、ここら辺でバイブしたらテンパイのおこ、テンパイしない。あと基本的にバイブしたらテンパイのおこだと思っていいと思います。いわゆるバイブイコール当たりだと思っていいです、このモードは。というか普通 ST 中にバイブして外れるなんて来ちゃないと思うんで、というかマジで即するじゃねえだろうな。切れるぞ俺。なんで俺 ST 打っちゃったんだろう。やばい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 、切れちゃう切れちゃう切れちゃう。ジャイル君また切れちゃう。ホント ST 切れんちゃしない。このね、後半で当てたことがねえんだよこの台。あミドル変動かロング変動。おおおおおおお、あそうだそうそうそう、裏技、裏ボタン裏ボタン、頼む当たって、チャンスアップじゃねえ。おお、結局までいって、やったなった。これですよかった、出せた。さすが、まあいい子よくやってくれたよ。3ラウンドで全然文句ないからいいよ。よかったよかった、やりたいことやれた。なんだかんだまだ45回転だったのか、全然確率ラインやん。ねえ、まあ過去何度か話してるんですけど、もう一回言うと、マリンちゃんは全てのラウンドの可能性があります。でウリンは10ラウンドで、ワリンはちょっと特殊で揃った数字の一つ上のラウンドが濃厚になります。偶数が揃ってワリンだったら6ラウンド以上、奇数が揃ってワリンだったら10ラウンドということになっていきます。マリンさんはね、常に一番仕事ができない子なんで。よかった今ならねえかと思ったよ。っていうか魚群が出たことすら実はびっくりしてさ、だってバイブもないしさ、チャンス目先読みもないじゃん。一応ミドル変動だけどガセンじゃねえのって思ったのが一つと、どうせテンパったってアバスーパーだよと思ってた。本当に言うとよかった当たって。さあ桜坂月一回ね、ちょっともっと熱いのをお見せしてからね。でやはり先読みはなさそうです。何度も何度もすいませんね。だから先読みでが嫌いな方はこのモードおすすめです。いわゆる先読みがないからこの4つの保留が全て死なないんですよね。ただ逆言うと当たる気がずっとしなくなるモードでもあるかもしれないけど、 OKOK でロングヘンドした時にまず杯に何が出るか、あとボタンが出たりすると杯にバリンちゃんが表示されたりしてチャンスになります。
でロングヘッドのままで終わることもあって、とりあえず下段が滑ってテンパイアウリしたらチャンスです。ただ割と予告重視です。まあどのモードもそうなんですけどね、千本桜のゾーンも結局予告重視ですよ。テンパイまでがすげえ大事です。だからこれも煽りまでですね。これで桜並びはもう 金色黄色のことがあって、そっちの方が強いです。これも多分滑んないです。滑るときはあの右上から桜シャーンって降ってきたり、ボタンが出て杯に何かが表示されたりすることがすごく多いんで、あとおそらくですが今ロングヘンドになったじゃない、で右下段が滑らずにそのまま何にもなビタッとテンパることもおそらくあります。おそらくね。いや普通下段がずれて滑るんだけど、下段がずれずにいきなりテンパる、ノーアクションテンパイというかあると思いますよ。ところでまた前半で当たってくれないのかな君は。まあ一応方法劇も出せたしいいですけど、よくないですけど、618個はちょっとないよな。オミブラックかな君は。よっしゃ、これあっち、これあっち、これ絶対あっち。6、頼む頼む頼む、なくぬ下段滑り、もう一回チャンス、これ強い強い、タツノ落とし子、あ来た、ブルッタブルッタ、これは当たったはず。あ、これついてんの、これついてんの、これ大丈夫やろ、これ大丈夫やろ、これついてんの、転倒してないよな、でもこれ当たり消灯してるよこいつら。おおおお、嘘でしょ、バイブが外れるわけねえだろ、やめてやめてやめて、マンプス、オッケー、多分これ当たりだよね、ついてんだよね、チカチカしてないけど。あ、でフル転倒か、だから奇数なんだ、よくわかりませんけど当たってくれました。6ラウンドだと思います。今9で当たってるんで6ラウンドは濃厚で、ワリン以上だったら宿でした。でマリンなんで基本的にそのラウンドになります。沖縄4の桜マックスだと実はあいつ4ラウンド12ラウンド16ラウンドだったかな、だから奇数とマックスの差が少なかったから奇数なだけで良かったんだよね。まあこれも6ラウンドくれるんで悪くはないですけどね。とりあえず58回転大当たり、よかった。こんなくっそくだらね PV 撮るためにさ、多分ヘリコプターもチャーターしてるだろうし、予行演習とかね何日もかけてんだよね。本当バカだなと思うよ、本当にパチンコメーカーってた金の使い方頭おかしいんだよね。こんな売り上げにも何にも影響しないようなもんにさ、何千万って金かけて、いや何千万って金かかってるよこれ、バカだよな本当バカ。もっとミスマリンを生かす方法なんてあるのにね、何年をやり続けてんのこんな無能なことを。それよりも通常人員室でミスマリンを使えって言ってんの、なんでそこに誰も気づかないのかな。それでも通用しちゃうのがパチンコ業界なんでしょうね。だから無能ばっかしかいないけど、一応無能な人間でもそれなりにやれる人が営業で、そういうこと言うとこうやってくるんですよ、やばいじゃないですか、そんなこと思ってないのに。ああこれテンパらないな、テンパりました、すいませんだってさ今変なの短かったんだもん。でこれすげえ長く出てますよ今、他のモードで多分あの千本桜だったらボタンを押してまで頑張らせるために、時間調整のためあのスペシャル魚群が出てる時間が長くなります。ミスマリンちゃんは本当ね、通常時にもっと活躍させた方がいいと思います。俺もう4代目から顔覚えてねえよ、出てこねえから。やっぱ相性いいんかな、前回6万負けたくせに相性いいとかねえか。結局さ、だからミスマリンを使ってもマリン、ワリン、ウリンでこと足りちゃうんだよ。ミスマリン誰ってなるし、プロモーションつかビデオ撮ってるわけでしょ、頭悪いな。あれで仕事するしてる気になってんだもの。俺が社長だったら速攻クビにするけどね、そんな部署にいるやつ。あ、無駄だから、その部署に何千万な先読みあるじゃないですか、先読みあるじゃないですか。やばいっす、これ当たっちゃいますよ、マリンちゃん。あ、これ当たっちゃいます、すいません。でも金魚出てねえんだよな。で先読みありました、でこれは多分当たると思います。これは当たらないとやばいレベルで強いですね。はいドン、バカなんじゃないのブス。
金魚が出てなかったからかな。はい、ここでお詫びです。先読みがありました。ただ基本的にないと思って打ってて大丈夫そうです。また出たよ。あ、おー、先読みかと思ったらこの当該変動だった。かなり長く流れてますよこれ、見ててくださいね。まだ終わんない、まだずっとずっと、あと5秒ぐらいは流れてる。まだ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 時間調整してます。はい、ここ5回転、そろそろ10ラウンド欲しいよね。ただ僕は YouTuber、 ラウンド振り分けより当たりの絵の方がありがたいんで、そこだからもしかしたらみんなと違うのかもしれないね。振り分け負けに文句言わないのって。ただしこれ何十回と言ってることだけど、当てないと振り分けの抽選は受けられないんですよ。で今3ラウンド6ラウンド6ラウンド3ラウンドっていう、あ、3、3、6、6、3っていう振り分けで振り分け負けはしてるんですけど、連チャンさえ連チャンしてりゃ収束っていうか理論値にそれなりに落ち着くんですよ。だからこれ100回ぐらい当てたら多分それぞれ3分の1ぐらいずつになってます。で連チャンの欠損って割と、あ、振り分けの欠損は連チャンで補えるんですけど、連チャンの欠損を振り分けで補うってきついんですよね。北斗武装ぐらいじゃないかな、あそこまでラウンド振り分けに極端な差があると振り分けの方が大事っていう時もあるけどね。おお、チャンス目だろこれ。変速スタートはスーパーはチャンス目、これは頼むぞ。次もチャンス目かな、チャンス目だね。バイブ、ミニキャラミニキャラミニキャラ、何でもいいからバーッ、ギョグギョグギョグ、ブーン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 、あー、じゃあマリン来んな、来るよな、知ってる。マジでチャンス目外すの、お前逆の手クリアしねならねえ、ブス止めろ、止めねえなこれは。うおー、じゃあお前泣けよ、ごめんねブスって言って。やっぱね、確変中のっていうか、うん、ここをちょっと使っていただきたいんですけど、今回の沖縄5ミドルもそうだし魚もそうだけど、海モードのチャンス目とバイブが強すぎる。今のは本当チャンス目が出てたからっていう理由しかない。オーミー4スペシャルでチャンス目少ないでカスタマイズした時ってチャンス目出たら6割ぐらい当たるんだ、当たってくれてんだけど、相当強いね。やっぱほんと5、6割あんじゃないの。 ST 中だったら8割ぐらいありそう、チャンス目。お、ノーマル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 、いけるけるけるけ、ノーマルノーマル、なんか嫌な感するけど、なんか嫌な感するけど大丈夫、よっしゃ、ノーマル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 、いけるいける、なんて言ってんだっけあれ、また、あ、すいません、ブスとか言ってすいませんでした。でもね、3000ボーナス、あ、そっか、3000ボーナスはあれか、ここで15引10ラウンド引いて保留にも10ラウンドがあるときに出るのかな、出るかそんなもん。お、タツノオトシゴがこれ出てればついのに、ノーマル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 、いけるいけるいけ、ノーマルで頼む頼む頼む、やめてやめてやめて、忘れない忘れない、よっしゃ、あのなんだっけ、カッパのお酒のやつがあるんですよ、ノーマルノーメルノーメルノーメルノーマル、いけるいけるいけみたいなやつ、あれすごいな、魔法の言葉だな、当たるね。カッパ桜の何の酒だったっけかな、ちなみにこれで9連チャン目、へそもへそも電池も振り分けしながら9回目当てて10ラウンドが0です。これでついてない、あ、ここ使ってくださいね、これでへそと合わせて9回当ててます、34%の10ラウンドが0なんですよ。ついてねえって言いたいんじゃないんですよね、皆さんの意識改革をしたって。 65、6%
いわゆる10ラウンドいかない可能性は 66% あるんですけども、あの 65% 規制の頃なんか連チャンしない連チャンしない連チャンしないから勝てないとかバカなこと言ってたじゃないですか。連チャンしなくても勝てる台あったのに、頭悪いから連チャンばっかに気を取られる人たちがたくさんいたんですよ。 65% は連チャンしない思い込みたい人、要はもっと高い継続率の台をやりたいから 65% じゃ継続しない継続しないすぐに 35% なんか引くって主張をして継続率を上げさせた頭の悪い人たちがいるんですけど、 65% でも9連10連ぐらいはするにしますよ。しかもその 65% 継続にした方が出玉が増え、1回の出玉多くできるんで、むしろ小出玉で 90% 継続みたいな台より全然安定して打てるし、ね、継続率が継続率が高継続高継続連チャンしなきゃ勝てないって言ってた人たちは今勝ててるんですかね。負けてんでしょどうせ、雑魚だから。あ、これやめときましょう。今の今あれこいつさっきからあれおかしくない？そうだお前先読みか。ちょっとここ使う、これも使っておいてください。こいつさっきから7がいつもいない、飛んできてたんですよ3回も。あれって思ったら、あ、チャンス目作った。ロングエンドでチャンス目、これ当たりましたわ。ロングエンドでチャンス目とかおかしいわ。当たったと思います。おかしいですいろいろ。どーら、ロングヘンドでチャンス目作るとか変だろう。で、ウグイスが連続で飛んできたんで、あれは先読みなんですね。で、先読み3回してて、4回目でテンパイですから、で、先読みもウグイスとチャンス目が複合してたから、おそらく今のは相当熱いです。あとは、無双、北斗無双とかだと、先読み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 3回の後の、先読み3連続したら保留4つ目でリーチになるじゃん。それと同じだとしたら、今のはもう、鉄板かもしれないですね。アンコですよね。さよなら、終わっちゃった。はい、飲まれまして、一応ここまでハマりました。相性がいいのかどうなのか分かりませんね。じゃあ総括はエンディングで。お疲れ様でした。お疲れ様です。やっぱね、スタイルがいいんでね、分かってきたことが一つあるんですよね。まあ昔から分かってたことなんですけど、女は知名度とこれに弱い。本当にそう思った。中身なんか見ちゃいいね。あ、すいません、そんなこと言うとまた女性の人気が下がるんで、ここカットでお願いします。はい、というわけで本日の結果なんですけども、投資が4万円、回収がゼロ、マイナス4万円でフィニッシュです。はい、で実践中また余裕ぶっこいてましたね。はい、ヘラヘラしてるとビジネスパチンカーだって叩かれるんですけども、まあいいよもうビジネスパチンカーで、はーい、嘘です。で、今月のマイナスが18万円に到達しました。イライラしてるとイライラするなって言われるし、どうせ実践や経費で落ちるんだろって言われるし、じゃあ頑張って我慢してりゃヘラヘラするなって言われるしね。この職業辛いんだぞお前ら、分かってんのか。だんだん皆さんと違って僕の優位な点ってのは、例えば今日4万円負けだ、この間も5万円負けだってなっても、僕のお仕事とは動画をのための素材と、あと散歩させてくれてるお店さんのいいところ、いい台を見つけ出してお店のアピールをすると、この2つの仕事もあるんですね。だからそっちをこなせた上での負けだったらまだごまかせるんですよ。まあとりあえず仕事はできたな。もしこれがプライベートでこれだけボコられてたら、さすがに発狂してますね。病んでますね。はい、だからやっぱそこら辺心持ちが皆さんよりも余裕が見えちゃうのは、仕方ないっていうのはちょっと語弊があるかもしれないけど、仕方ないのかもしれないのかな。多分皆さんもこっちの YouTube で動画やるようになってだったら、もちろん勝ちたいけども負けたとしてもいい素材ができたりいい台つかめてしっかり お仕事として成り立ったら、まあいいかってなんとかごまかせる、この気持ちは分かっていただけるかと思います。結構辛いんだよ。あとね、やっぱりトータルで考えると、今年先月までで70勝ってて、今月20負けたとしてもまだ50浮いてる状況なんでね、どうりで思ったほどお金がなくなってないわけだなって去年ほどというのがありました。はい、まあ、決算は出てるんですけども、今日まずガロから行ったんですけども、まあ U タイム即落ち、あれ絶対継続すると思ったんだけどね、タイミングも良かったし1だったし、でタンタンと来て18-9ぐらいかな回転率。夏6月7月だったら全然あれでお客さんも喜んで打ってくれたと思うんですけど、もうある程度みんな打ち慣れてきて目が超えてくると、やはりもう一声二声ぐらい頑張っていただけないとなかなかお客さん座らないのかなと。というわけで今日はまずガロから行ったんですけども、ガロがね思ったほどの回転率じゃなくて、
U タイム速攻打ち、タンタンと来たところでもう一回打つとなると U タイムまで追っかけることになるなと思って天海桜があって、右側はちょっといまいちだったんですけどね、左側をご飯食べて戻ってきたら空いてたんで座ってみたところ、これがなかなか好感触でめちゃくちゃいいというほどでもなかったんですけども、回転率は 21.2、まあ、ぼちぼちというところで十分楽しめました。で、海桜の海桜、沖縄5も同じだと思うんだけど、海モードは本当にチャンス目もしくは変動開始5、これどちらもなかったら本当当たらんと思っていいぐらいですね。 ST 中の何にもなしの魚群がよく当たったなって思うぐらい今びっくりしてます。ノーマルリーチはチャンス名とバイブなしで当たるんですけど、魚群とかだからボタンバイブするとほぼスーパーじゃん、チャンス名もほぼスーパーなので、要はスーパーで当たるときはどっちかが絡むんですよ。だから ST のあの一発目の魚群本当によく当たってくれたなって。だから皆さんもあの未モードで打ってるとき不意に魚群が出ても信用しないでください、大体外れます。そこを踏まえると大海スペシャルでチャンス目少ないでカスタマイズしてる時の感覚で打つと全然打っていけますけど、今までの海ということ海物語の海モードで考えるととてつもなくイライラするというかつまんないんで、意識の切り替えは大事だなと思いました。チャンス目なしでも変動開始時にバイブブッくるか、もしくはチャンス目が出るか、チャンス目があればバイブがなくてもなんとか押し切れたりしますけど、チャンス目なしバイブなしのスーパーは本当に期待できません。チャンス目ありのスーパーはぼちぼち、チャンス目なしでもバイブしたら期待大、チャンス目プラスバイブは激アツ、こんな感じで僕は捉えてますね。でほとんどのパターンが何かチャンス目かバイブどちらかは絡んでくることになると思います。ノーマルリーチ大当たりを除くです。はい、というわけで今回はガロから海桜というねムーブをかまさせていただきました。4万円は痛いよ、本当に痛いんだよ。また次回お会いしましょう。なんで俺この時間まで打ってんだよ、バカなんじゃねえの。こっからまた大阪だよ、知らない。というわけでまた次回お会いしましょう。さよなら。